おはようございます。ジャスト株式会社代表関正です。奇跡のリンゴという話、映画のちょっと解説をしてるんですけど、まあいろいろ結論とかも言っちゃってるんで見たい人は、ね、見なくていいんですけど、はい、あ、ちょっとね、補足なんですけども、農薬 OK だよっていう人たちの、この、まあ、この主人公の裏側には隠されたんだけれども、ここからこれがさらに反転して出てくるものは、農薬を使うことによってリンゴは育つよね、はい、育つんだけど、こうか体に出るんだよね、うん、農薬使ってる人は、ね、はい、まあ、要は肝臓がんになって死んじゃったりとか、うん、要はアレルギー性でこう体がもうただれてきちゃうと、はい、やってる人だよ、はい、まあ、だからね、果物とか栽培してる人って命削って作ってるとよく分かるんだけど、うん、で、まあ、実際にこの中村のりお、秋則さんっていう人は、奥さんが結局こういう風になっちゃったんで始めたんだよね、この無農薬ですよね、はい、いうことで、僕らも実はまあ、あとね、この生態系の話、生態系、こう自然上、まあ、要はジャングルにしちゃったんだよね、下をそしたら、はい、リンゴが実った、見事なリンゴで、しかも甘い、普通、はい、なぜか分かる、なぜかこう鳥が来てくれるんだよね、はい、で、蛇とかあるでしょ、はい、蛇とかいろいろ生態系ができるんだよね、はい、それが何とかしてくれるので、あと花もあれなんだよね、いちいち受粉作業しなくていいから、はい、楽なんだよね、こっち、はい、うん、なんていうかな、こう自然なものをこう自然な形に戻しただけでこう起こってくる、例えばね、アブラムシあるじゃん、アブラムシ、はい、あれ面白いよ、すごいよ、アブラムシこう葉っぱにこうあるじゃんね、はい、でアブラムシってね、葉っぱそのまま食わなくて、はい、汁を吸うんだよね、入れて、はい、でね、アリにお尻からこう液体を出すんだよね、もう、はい、なぜかわかる、ほんでアリはその液体を舐めて美味しいなっつってね、アブラムシを守るため、はい、でアブラムシを食いに来るテントウムシとかいろいろな虫がいるんだけど、それを追い払うの、はい、あれがですね、そう、うん、テントウムシとかそういう虫は他食うんだよ、ここは、はい、うん、うん、でアブラムシとアリがセットになると、このちょっと養分は吸われるんだけど、アブラムシの葉っぱは、うん、だけどね、この食べられてかなり害虫に、こういう仕組みができるんだよね、はい、でまたこのアリを育って、ここに化学肥料をまくとアリ育たない、うん、で微生物そのまま育たないんでとかいう話になるんだよね、面白いね、で結局リンゴ実るんだよね、はい、で私たちって実はこういうことしてませんか、うん、っていうかこういうことだらけだよね、だらけですね、うん、はい、こう何ていうかな、こう例えば頭痛になるよね、昨日ちょっと頭痛で寝込んだんだけど、はい、頭痛で吐き気もしたね、結局頭痛ってこうサイン出してくれてるんで、うん、なんだよこいつっていう話じゃなくて、うん、ありがとうね、サイン出してくれて守ってって話、こう胃がムカムカする、うん、なんだよこの吐き気は、じゃあ胃がこう余計なもの出して、その機能があるんだよ、うん、だからって吐き気を止める薬って話じゃなくて、うん、戻しちゃいいんだよねそれで、うん、でだからもうそう考えるとね、こうこんなこう農薬でこう自然から切り離したものを農薬で何とかしようって、で結局こう出てきちゃうんだよね、うん、人間の体とかで、うん、必ずこうだから、まあ、実際こうちょっとまあ一旦切りましょう、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。